はいどうも、トスクチュードレンのつくもです。ということで、ハクチュームの青写真パート4、続きからやっていきたいと、思います。どうしよう、どうやって直そう。ヤバいって言ってた、あの小豆と名乗った精神。何がどうヤバいんだろう。新車が2台買えるお金をかけて動かない可能性もあるって。新車っていくらするんだよ。さすがにそんなお金父さんに内緒で用意できない。自分でも修理用に貯めてはきたけど、そんな額じゃない。僕ははしごを登って仮眠ベッドに横になった。散々な週末だ。全部むちゃくちゃになった。完全な袋講師だ。母さんのようなカメラマンになる。そのスタート地点にすら僕は立てないのか。母さんの仕事場だった車内、ベッドに横たわるとサンルーフからガレージの天井が見えた。この車が動かない限りはここから、星空が見えることはもうないのか。何もうまくいかない。母さんがいればきっと励ましてくれていた。いつも僕には思いつかないような考え方を与えてくれた。母さんが生きていた頃の何気ない時間をもっと大切にすればよかった。母さん、この前の場所もダメだったの。ん？先週のモトスコもすっごく綺麗だったと思うけど。そうね。来年でしょ、晴れ彗星が見えてくるの。そうだね。地域だけでも決めてさ、縛り込んで行った方がよくない？70年に一度なんでしょ。76年ね。母さんが加えていたタバコの灰を携帯、灰皿に落とす。僕は母さんの横顔を見上げていた。なあカンナ。ん？母さんは僕と反対側にタバコの煙を吐き出してから僕に顔を寄せた。お前に母さんのトップシークレットを教えてやろうか。トップシークレット？ん、何？母さんがいたずらっぽい笑みを浮かべる。この表情をする時の母さんは僕よりも子供っぽく見える。実はな、撮影地は決まってるんだ。とっくの昔にな。そうなの？どこ？2061年になってからのお楽しみ。教えてよ、そこまでいたなら。やだよ、子供みたいだよ。別にいいし。母さんは笑いながらタバコをもみ消した。顔を上げて80のエンジンルームをいじっている父さんの方に視線を向けた。まだかかる？ああ、やれやれ。母さんはもう一本タバコを取り出して火をつけた。でもじゃあ、ん？なんでキャンプに来てるの？もうロケハンは必要ないじゃん。それはタバコの煙を食い出してから食い出せながら、母さんはぼんやりと始まるの方を見ていた。僕もその視線を追いかける。腰を曲げてエンジンルームの中を覗き込んでいる父さんが僕たちの視線の先にいた。あいつが絶望的に鈍感で不器用だからだよ。ん？それと私が負けず嫌いだから。母さんは僕を見下ろしてにやりと笑った。何それ。おいカンナ、ちょっと手伝え。お、呼んでるぞカンナ、行ってこい。うん。懐かしい揺れを感じる。ああそうか、これは夢の続きか。家族でロケハンに行くときはいつもこの車の後部座席でこうして車に揺られて寝てしまった僕の肩を母さんは抱きしめてくれていた。この柔らかさがいつの頃からか照れくさく感じるようになって寝起きはしばらくめくれていた。こんなに早く母さんがいなくなってしまうなんて思っていなかったから、もっと甘えておけばよかった。かっこつける必要なんてなかったの。母さん、しー、カンナ君、しーだよ。桃のうち、すもも、しー、カンナ君。
ンシーって言ってるのに、どうしてフルネームで呼ぶの？スモモでいいでしょ。なんて、何これ、どこ？カンナ君の車の中だよ。なんで動いてるの？凶悪犯が運転してるからだよ。シー、うん、スモモは僕を、さらに強く抱き寄せて、運転席に座っている人物から隠れた。あの匂いが僕のすべてを包んでいた、包み込んでいた。柔らかな何かが僕の顔に強く押し付けられている。桃のうちすももの桃だ。確かに柔らかくて温かくていい匂いで、僕の寝起きのキャパシティがあっけなく破裂してしまった。きっとアジトに戻ってカンナ君のパピーに身の代金を要求するつもりなんだよ。車が止まったら逃げるからね。カンナ君、走れる？カンナ君、首をかしげたスモモの力が弱まり、僕を押し付けられていた桃のうちスモモの桃から解放された。あ、喋れないよ。近いよ、近すぎるよ。ごめんね。なんでこの車動いてる？止まったよ。運転席から人の降りる気配がする。よし、カナ君、今のうちだよ。窓の外を人影が通った。見覚えのある人影だった。僕は身をかがめたまま窓の外を盗み見た。廃車になった大きなバスとバイク、二車引きだね、のトレーラーが止まっていた。あいつ、昼間来たあいつだ。怪しい自動車整備士の女、この車を買い取るとか言い出したおばさん。カンナ君、あいつ誘拐犯なんかじゃない。整備士でもなかったんだ。ただの泥棒だ。母さんの車を盗みやがったんだ。え、そうなの？このあまり綺麗じゃない車を。直せないって言ったくせに、やばいって言ったくせに、子供だと思って騙したんだ。あいつは鼻歌交じりにバスの中に入っていった。あそこを住処にしているのか。右手を腰に伸ばす。キーホルダーに手が触れた。取り返してやる。この車は母さんの車だ。ベルトからキーを外した。取り返す？どうやって？僕が運転する。カンナ君が？免許は？ないけど。さすがにダメじゃない？目の前で盗まれたまま黙っているよりかははるかにマシだよ。本当に？マジで？やだ、私こんな格好で死にたくない。窓の外に背を向ける。あの女はバスの窓から八丸を満足そうに眺めていた。しばらくそうしてから女はタバコを取り出して火をつけ、こちらに背を向けた。見張ってて。何を？あいつ。そんなこと言われても。僕は騒いでいる桃の内スモモに背を向けて、音を立てずに、キャンパーシェルから車の中に移動した。運転席に移動して女の方に目を向ける。あの女はバスの中でタバコを捨てる。窓の外に灰を捨てる。僕は鍵をシリンダーに刺して鍵を回した。かかった。ん？ああ、キャンディ、なんで？八丸を盗んだ女がバスから顔を出して、出し、そのままこちらにかけてきた。サイドブレーキを解除し、クラッチを踏み込んでギアをファーストに入れる。クラッチを離してアクセルを踏み込むと八丸が走り出した。すぐにギアをセカンドに上げる。ほら、バカ、やめろ、危ねえから。やめろ、おやめなさい。運転席のドアが開いた。女の手がハンドルに伸びてくる。離せ、触るな。子供のおもちゃじゃないでしょうが。離せ、離せよ。一つのハンドルを握る4本の手、力の方向がバラバラで、八丸は完全にコントロールを失う。ぶつかる。 SR に、お前が話せよ、盗人。ブレーキ。八丸がバスの横に止められていた中型のバイクに激突した。目距離と不穏な音がした。あ、私の SR がサンドイッチみたいになっちゃってるでしょうが。収まっちゃってるでしょうが。バック
クラッチを踏み込み、バックギアを、バックギアに入れる。ペシャンコじゃないでよ、何してんだよ。うるさいうるさい、ちょっと黙ってろ。再びギアをセカンドに入れる。なんでまたセカンド。ハンドルを左に目いっぱい切り、アクセル。無理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 、曲がりきれないでしょが。ハンドルを掴む女の手に力が入る。ブレーキ、ダメダメでしょが。さっきと全く同じでしょが。何がしたいの、お前は持ちつきじゃないのよ。曲がりきるつもりだったんだよ。曲がりきれるわけないでしょうが。バック、マジで全力でバック、言うこと聞きなさい。ガソリン漏れてるから、 SR のガソリン。死にたくなければバック、バック、バック。クラッチ、ギア、アクセル。ハチマルが勢いよくバックを始めた時、一瞬、目の前一面が炎に包まれた。爆風を浴びたハチマルが後方に加速する。ハイバスとの距離が一気に開ける。燃え盛るハイバス、バイク、トレーラー。惰性で走っていたハチマルが後方のガードレールにぶつかり停止した。私の家、私の SR?トレーラー、全部全部燃やしてみた。女はペタリとその場に座り込んだ。僕は再びエンジンのかからなくなったハチマルを眺めていた。車を盗んだ女はしばらく呆然と燃え尽きたハイバスを眺めていた。母さんのハチマルが、私の SR が、家が、仕事道具が、それにハチマルも。お前のじゃないよ。その時、キャンパーシェルのバックドアがゆっくり開いた。私が何したって言うんだよ。はは、お前はうちから車盗んだんじゃないか。車盗んだだけでしょうが。はあ、ここまですることないでしょうが。家もバイクもトレーラーも丸焦げになっちゃったでしょうが。自業自得だよ。ゴートタクが全然釣り合ってないでしょうが。それはお前が決めることじゃない。何が起きたの。生きてる。私これ何人乗ってたんだよ。これで全部。カンナ君から離れなさい。スモモは車を盗んだ女を指差しながら言った。なんだあいつ。人質なんか取ったってね。すぐ捕まっちゃうんだからね。人質キャンディ、誰よあれ。彼女かよ。違うよ。中でやってたの。違うって。ひそひそ話するんじゃない。先生らしい。あれが。僕はうなずく。あのピッチが先行。聞こえてる。大きなため息をついた後、女は桃の内すももの方に歩き出した。なに。びくつく桃の内すももに一別もくれずに、女は八丸に向かった。そしてそのまま八丸のボンネットを開けた。せっかく直したのに。僕も八丸に駆け寄ってエンジンルームを覗き込んだ。どうやって直したんだよ。鍵もなかっただろ。どうやってエンジンかけたんだよ。企業秘密。教えろよ。イカれてるパーツ交換して普通にメンテしただけだよ。説明したってお前わかんねえだろ、素人が。なんだと。あずけはまたあの手のひらに乗る何かの装置を取り出して八丸に繋げた。電気系統も死んだよ。せっかくいい状態だったのに。お前、やばいって。治らないって言ったじゃないか。私になら治せるんだよ。なぜなら、捕
クラップハンターだからだ。勝手に直したくせに。どんな車だって走りたがってるんだよ、キャンディ。桃の内すももがそろりそろりと八丸の方に近づいてきた。それが視界の端に見えたが、僕も泥棒の女もエンジンルームから視線は外さなかった。動かないの？もう動かねえよ。こんな旧式の車のパーツがゴロゴロ転がってるわけないだろ。70年前の車だぞ。で、どうすんだよ、この車。持って帰る。だから動かねえって。押して帰る。押して？車って押せるの？一人じゃ無理だぞ、キャンディ。まあ距離的にもギリなんとかなるか。あ、お前も来るのかよ。当たり前でしょうが。家ないんだから見ればわかるでしょうが。アジトだったんだよ、私の。お前がぶっ壊してくれたけど。え、ここが？そうだよ。お姉さん、ホームレスなの？ホームレスじゃないでしょうが。はぁ？スクラップハンターでしょうが。スクラップハンター？女はタバコを一本加えて周辺に散らばった破片を片付け始めた。僕たちはそれをしばし呆然と眺めていた。カンナ君、カンナ君、スクラップハンターって何？何する人？知らないよ。はい、ということで、まあね、すごい状況になったわけですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。